はい、残念ながら2つとも外されてますね。こうやって踏んだんですけど、多分ワイヤーがかかんなかったんですね。まあ、よくあるんですけど、隠した葉っぱが絡んでですね、足にうまく巻きつかなかったっていう感じですね。なんで、かかりかけたんですけど、抜いて逃げていっちゃったと。まあ、こういうことでしょうね。で、わかりにくいですけど、多分もう一個こっち側は、外れてないですね。まあ、いずれにせよ来てるってことなんで、まあ、多分ここ通るでしょうね。だから、もう一個はこのまま隠して、このままにしておいて、こっちだけ持ち帰って、もう一回かけましょうかね。同じように。このまま同じように設置しますか。多分通るんで踏んでるってことは、このまま根比べという感じで、あと10日ぐらい様子見てみたいと思います。はい、ちなみに下から見るともう立派な獣道です。実は一昨日から向こうのお風呂の方にビデオをかけていたんで、今日そちらをちょっと、解析して、映ってたらそれをまた映像してお見せしますけど、また次はですね、こっちこの罠のところにビデオをかけて、ライブを明後日ぐらいからちょっとやってみたいなと思いますので、お楽しみに。